今日のヒロインインタビューは3階席からこのステージまで時間内に一気に駆け抜けました。そしていつものエビゾリジャンプ経典越えを達成しました、桃田かな子さんです。どうぞ。おめでとうございます。桃田さん、ズバリ今日の試合の勝因は何だと思いますか？勝因？勝因ちょっと難しかったですか？勝った理由。あ、勝った理由。ヒロインに選ばれた理由は何だと思いますか？ヒロインに選ばれた理由はやっぱ誰もやったことがないということをちょっと今日は全力でやってみました。それをやりきれたんでちょっとヒーローになれたかなと思います。今日の試合のテーマはズバリバカになるということでしたけども、はい、その点については達成感はいかがですか？いやもう大達成です。皆さんバカになれてますよね。ここにいるみんなバカですよ。非常に説得力があります。